皆さんお待たせしました。7月15日土曜日はいよいよポケットモンスター君に決めたの映画が公開日です。今日は直前なのでこの画像をご用意しました。20周年といったら僕の生まれる前から始めたけど1997年からずっと始まっている、アニメです。で、映画は1998年から始まりました。で、明日鳳凰に導かれサトシのパートナーのピカチュウとかを守ることはできるのでしょうか。まあそこは映画を見てからお楽しみください。それで掃除や誠も出てきます。ぜひ明日ポケットモンスター気に決めたもどきの映画館で見に行ってきてください。それではまたお会いいたしましょう。See you next time. Bye bye.